まずは、新型コロナウイルスの感染状況です。県は今日新たに390人の感染と、2件のクラスターを確認したと発表しました。県によりますと、新たに感染が分かったのは、乳児から90歳代までの男女390人で、保健所管内別では、和歌山市132人、岩出54人、新宮41人、 田辺三十九人、御坊三十五人、海南三十三人、橋本二十九人、岩佐二十五人、県外二人です。新たに二県のクラスターを認定していて、御坊保健所管内の通所介護事業所で、利用者三人、職員三人。岩手保健所管内の高校で、生徒十六人の感染が確認されています。 現在入院中は304人、宿泊療養と自宅療養は3609人で、県内の累計の感染者は亡くなった121人を含めて52605人です。新型コロナの感染が県内でも急拡大していることについて、新坂知事は行動を制限して抑え込めるものでないとして、 感染リスクの高い行動は控えつつ普段通り生活し症状が出れば医療機関を受診するよう改めて呼びかけました全国的に新型コロナの感染者が増加する中県内でも1日の感染者数は先週の火曜日以降過去最多を5回更新するなど先月中旬以降感染が急拡大しています今日の定例会見で新坂知事は 大変な状況になっていると述べる一方行動を制限して抑え込めるものでないとして感染リスクの高い行動を控えつつ普段通り生活して症状が出れば医療機関を受診するよう改めて呼びかけましたところで、県は感染の不安を感じる無症状の人が受けられる PCR などの無料検査の期限を 来月31日まで延長することを決めています。